左半分が色彩による表現。右半分がペトラサンクタの手法による表現。アージェントは紋章学における銀色を表すティンクチャーであり、金属色と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における文様の要素である原色、金属色、毛皮模様の総称である。アージェントは 極めて頻繁に白色としても描かれ、通常白で銀を置き換え可能であるとみなされている。古典的な白黒の印刷物や、効果の刻印をはじめとする彫刻では色を表すことができないため、ペトラサンクタの方法と呼ばれる手法では、アージェントで着色された領域は空白のままにされるか、さもなくば、ある、アーグ、または、A という省略型で示されることがある。アージェントは、 次のものを表現するとされる。アージェントという名前は、銀の元素記号の AG と同様に、ラテン語の銀または、白色の貨幣を意味する、アージェンテムに由来する。また、そのラテン語の単語はギリシア語のローガンマウプシロンローに由来する。この言葉は12世紀までに古フランス語に取り入れられ、中世フランスの文章の中で、ラテン語の語源と同じ意味を持ち、 そこから中英語に取り入れられた。エルサレム王国の紋章。金属色であるアージェントにオアを重ねており、紋章学的には違反である。歴史上のいくつかの紋章では、アージェントの表現において銀箔が用いられていたこともあり、アージェントを適用すべき縦の部分に貼り付けられていた。しかし、この銀箔を貼った部分は時間とともに酸化して曇り、黒ずんでくる。その結果、 もともはアージェントを意図していた領域であったのか、元から原色のセーブルを意図していた領域であったのかを識別することが困難になることがしばしばあった。このような状況では、アージェントは通常原色の隣の領域に適用されているので、銀白が曇って黒くなることで原色の隣にさらに原色である黒があるように見えてしまい、ティンクチャーの原則に違反しているように見誤らせてしまう。 文章学では、戦場で個人を特定するという当初の目的から、遠くからでも見分けられる、視人性が重視されており、視人性を低下させる原色の隣に原色または、金属色の隣に、金属色という配置は原則として禁じられている。白で銀を置き換えることができることは先に述べた通りで、あるが、アーサー・チャールズ・フォックス・デービスは、自身の著書、 文章学の芸術文章百科時点で極めて稀に白が原色としてアージェントとは別に文章学的に独立したティンクチャーとして存在したと主張した。彼はイギリス王室の個々人の文章に違いをつけるのに用いられるホワイトレーブルをこの論の根拠としている。しかしこれらはホワイトレーブルというプロパワーだとみなすことができると反論され、白が イギリスの紋章学におけるティンクチャーの一つであるという主張は否定された。なお、紋章学におけるレーブルとは馬の胸の前にかけられる、蔵についている、釣り飾りのついた帯を抽象化したものを示している。サンティアゴド・カセムの紋章ポルトガルの紋章学では、白は銀とは異なるティンクチャーと考えられているようである。そのことは、ポルトガルのサンティアゴド、 カセム地方の紋章で明らかである。その紋章では、倒れている、ムーア人の衣服と騎手が乗る白馬の白色の部分は、遠くに見える白の銀色とは別の色として描かれている。紋章学の原則に則れば、どちらも白にするか、どちらも銀色を示す灰色にすべきである。川淵慎一郎。ティンクチャース。2007年12月30日閲覧。 argen t d e f i n i t i o n s f r o m t i c t i o n a r y c o m d i c t i o n a r y c o m キシコパブリッシンググループ LLC2008 年1月6日閲覧ありがとうございます